さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのは名将ドト、名将ドト先頭、あと 200m、 名将ドト先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。名将ドト先頭、ミッキーダンス迫る。やはり強い名将ドト。先頭は名将ドト、一着でゴールイン。名将ドト一着、2着にはどうやらミッキーダンス。名将ドト見事1番人気に応えました。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のウィングアロー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。キャニオンロマン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがキャニオンロマン、キャニオンロマン競りかけていきました。その外から坂本デュラブ並んで11番、バトルライン。その外からハイフレンドピュア、内からは大気シャーロック、さらにはストーンステッパー、河内シュール、後ろからになりました。その隣にゴンメンダトーレ、内からはテンパイ、その外からウィングアロー、これに続くのがワシントンカラー、星ボイス、そのうちに続いています。最高峰にコンサートボーイ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、1番輝きローマン、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ1番輝きローマン、2番手はハイフレンドピュア、名声オペラ3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。輝きローマン先頭、差はほとんどありません。2番手は河内シュール、先頭を捉えるか、大気シャーロック頑張る。あと 200m、 先頭は河内シュール、先頭は名声オペラ、河内シュール追いすがります。河内シュールもう一伸び、河内シュールわずかに、河内シュール体勢有利。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭はノーブルシルキー。残り 100m ノーブルシルキー抜けた。ビッグサンデー、フワチンウォール、伸びない。ビッグサンデー大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。